原宿駅側から見た、竹下通り入り口竹下通りは、東京都渋谷区、神宮前あるいは原宿にある、商店通りないし商店街である。様々な店舗が軒を連ね、特に週末や休日、夏休み、春休み等は、多くの客で賑わう。原宿駅から明治通りに向かって緩やかに下る、全長350メートル程度の通りであり。 毎日午前11時から午後6時までは車両侵入禁止の歩行者天国となる。通りに面している店舗の多くは若者向けの派手なファッションブティックで小規模な店舗が多い。数年で入れ替わってしまう店舗が目立つ反面、流行を取り入れながら30年前後看板を守る老舗もある。竹下通りは個性的なファッションの街として広く知られ、修学旅行生のほか、 外国人観光客の訪問も多い。規制によりパチンコ店、ラブホテルなどの風俗店の営業はないものの、1996年頃には風紀の乱れが問題となり、地元有志による浄化活動が行われている。1990年代からのマスダ・セバスチャンの活動により、可愛い文化の本場として世界的に知られるようになった。マスダ・セバスチャンの思想を受け継ぎ、 世界的に有名なポップスターとなった、キャリー・パミュ・パミューが育った場所でもある。ブティック・タケノコ1977年に発足した、地元の商店会、原宿・竹下通り。商店会では、竹下通りの出口である、明治通りに複合ビル、パレ・フランセが開業した1974年を、竹下通り元年としている。竹下通りの商店街化は1976年頃より、進み、 翌年には、クレープ専門店、カフェクレープ1号店が開店した。当初はあまり売れなかったクレープであるが、メディアで取り上げられるなどして、他店も進出、竹下通りや原宿を象徴する商品として、人気を得た。1979年になると、前年に開店した、ブティックタケノコで販売された、独特の衣装を着用して、近隣の表参道でパフォーマンスをする。 竹の子族が出現した。1987年にはタレントショップの元祖として日本テレビが天才、竹氏の元気が出るテレビの番組グッズを扱う元気が出るハウスを開店。その後竹下通り周辺には多くのタレントショップが林立した。1989年の最盛期には竹下で42店舗ものタレントショップが営業。 京都の嵐山と並ぶタレントショップのメッカとして活況を呈した。1990年代後半になるとヒップホップ系や日本のサブカルチャーとして生まれたゴシックロリートなどの個性的なファッションを好んで着用する若者が多く見られるようになった。2005年頃からは中国人観光客が急増100円ショップのダイソー竹下通り店やドラッグストア等で 日本的なお土産をまとめ買いするなどしている。1965年3月の住居表示実施により現在の神宮前一丁目に変わるまで竹下通りの左右、原宿駅から明治通りに至る細長い定置部分は竹下城という町名であった。庶民的な住宅地であり、海軍大臣、与内光正は九百四十年の首相就任まで今日構えた。北は、 原宿三丁目に摂取現在もある、東郷神社のほか海軍館などの施設や、池田邸などの邸宅があった。南に接する高台は、御田三丁目で、かつて、松平邸などのあった、邸宅地であった。竹下町の一帯は、江戸時代、それまでの草深い武蔵野だったものが、大井村からの移住者によって開拓されたことに始まり、もともと南都島郡上渋谷村あざ竹下という、 地名であったが、1889年渋谷村が成立すると、渋谷村大技城渋谷あざ竹下となった。1909年、渋谷村の調整志向により渋谷町となった後1928年、渋谷町による行政地名変更で大技竹下町となった。1932年に渋谷町が東京市に編入され与八町。 千ヶ谷町と合併し、渋谷区が成立するに伴い、渋谷区竹下町となった。11月9日から11月23日までの、ガールズとのコラボ期間、イメージソングとして、絆プラスが抜擢された。ABCDEF 原宿竹下通りの歩み、原宿竹下通り、商店会について、竹下通りオフィシャルマップ、平成23年7月15日閲覧 大東京区分図35区の内渋谷区小サイズ、日本統制地図株式会社、昭和16年1月発行今尾啓介、失われた地名を手がかりに、東京町歩き、特集、東京の地名帳それぞれの物語、東京人、第20巻第5号平成17年5月3日、発行、ガールズに、原宿竹下通り初の公式イメージソング担当。 2021年4月3日閲覧、ありがとうございます。